皆さんこんにちは。本日は鵠沼でサーフセッションをやっていこうと思います。でね、今日はちょっと時間がなくてオープニングを自宅で撮ってるんですけど、今日はね、波のサイズが意外と腹胸ぐらいサイズがあって、長いねレフトの波が乗れるコンディションとなっています。ちょっとね、僕は今日はこの動画の前と動画の後にレッスンがねちょっと重なっていて、多分サーフセッションは40分ぐらいしかできないんですけど、そのね限られた時間の中でカメラマンさんにちょっと無理を言ってセッションをやっていこうと思います。でね、僕は普段こうやってサーフボードがこう置いてあってね、いつも波のコンディションに合わせてボードを使い分けています。で、今日はこのねニューボード、最近乗っているボーストのボードでセッションをやっていこうかなと思います。で、まあこちらのボードはもうほんとオールラウンドに使えるボードとなっていて、ラウンドテールになっています。で、フィンはねこのアルメリックのエアコアのミディアムサイズを使ってやっていこうと思います。まあこのフィンはほんと比較的オールラウンドに使えるフィンなので、視聴者のね皆さんとかにもおすすめできるフィンとなっています。ということで早速ビーチへ向かってセッションやっていこうと思います。お疲れ様です。今セッション終了しました。で、今回はね鵠沼でセッションやったんですけど、まあ、最近ね波がグーフィーのレフトのメローなんですけど、長くね乗れるような波で、いい波をね掴めると3-4アクションぐらい入る面白い波でした。で、最近僕が使っているサーフボードを紹介しようと思うんですけど、こちらのねアメリカのカリフォルニアのブランドのボーストというサーフボードを最近乗っています。で、このボトムのね
ブラックなボードなんですけど、最近ね動画でも結構このボードでのセッションの映像を載っけてると思うんですけど、本当に調子よくて、これはまあ僕の最近のボードの中で一番調子のいいマジックボードかなっていう感じです。でこちらのボードはやはりカリフォルニアのボードなんで、日本みたいなねビーチブレイクの波がすごい合ってる感じがあって、で僕もあのプーカスだったりとか海外のボードも乗ったりするんですけど、ああいうボードは波のパワーがあって切り立ってる波とかはすごい調子良かったりするんですけど、やっぱり日本のね波ってまたパワーがなかったりとか独特な波の割れ方だったりとかもするんで、意外とあんまりボードが走んないっていう時とかもあるんですけど、このボーストのねボードは波が小さかったりとかサイズがあってもすごいスピードが出るんで、本当におすすめのボードとなっています。こちらのボードはスクリーマーというモデルで、僕はラウンドのねテールでやっています。ほんとこちらのラウンドテール調子よくて、取り回しだったりとかもすごいやりやすいし、コントロールもコツさえつかめればいろんなねアクションがしやすいかなっていうのは思います。海外のボードはねすごいいいんですけど、やっぱりそこのブランドのボードがどこで作られてるのかっていうのもすごい大事で、例えばハワイのブランドで大きい波はすごい調子よくても、日本の小さい小波だったりとかはこう調子の悪いボードだったりとかもあったりして、やっぱそういうねシェイパーの住んでる場所だったりとかシェイプされてる地域っていうのも意外と自分のねサーフィンの調子の良さにも加わってくるので、そういうどこでボードが作られてるかっていうのとかも皆さんねちょっと気にしてオーダーだったりとか乗ってみるといいかなっていうのは思います。こちらのボーストのサーフボードは CHP 僕のスポンサーのねショップで販売されているので、ぜひねこのボードが気になる人は CHP のウェブサイトだったりとか CHP の本店でね、まあ、試乗ボードとかもあったりとか店置きのボードとかも売ったりしているので、ぜひねチェックしてもらえるといいと思います。これはハイパフォーマンスのモデルなんですけど、小波に特化してるモデルのボードだったりとかパワーのある波用のボードだったりとかもあるので、本当このボーストはね日本の波にすごい合ったボードだと思うので、かなり乗りやすいんじゃないかなっていうのと、もう初心者の人だったりとか上級者プロでも乗れるラインナップがたくさんあるので、皆さんにおすすめできると思います。でね話は変わって、最近ね YouTube のおかげでサーフィンのスクールにすごいね皆さん来てもらっていて、また今からレッスンに行くんですけど、もう初心者の人から中級者上級者の人も幅広く僕がマンツーマンで教えているので、今サーフィンにこう伸び悩んでる人だったりとか次のステージに行きたいっていう人だったりとか大会にね出てる人だったりとか事細かくいろいろと教えているので、ぜひね僕の概要欄のリンクにある公式 LINE から気軽にね連絡してもらって、ぜひレッスンのねお申し込みもお待ちしております。それではね今日はこれからレッスンに行かないといけないので、この辺で終了にしたいと思います。ぜひね皆さんチャンネル登録と高評価、そしてコメントなどもよろしくお願いします。それでは今回も皆さんご視聴ありがとうございました。